よし、行くぞ。よっしゃ。堀口大輔、日本。
幼稚園の時は三輪車で一緒に遊んだ。中学の時は自転車で一緒に通った。高校の時はバイクで一緒。大学には車で通学。就職したのはバスの運転手とガイド。そして結婚。二人はいつも一緒。
Thank you.